はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、先ほどのね、先ほどおそらくカモの、こちらのガチャを引いたんですよ。31回、まあ、30連ですね、引いたんですけど、まあ、その結果ぜひね、先ほどの動画をぜひご覧ください。概要欄に貼っておきますので。で、今回は、ももちゃんでございます。はい、で、皆様に一つお願いがあります。最初の10連はちょっと10連でやるんだけど、その後20連は単発で引かせてください。で、最後に10連は、まあ、ちょっとその単発次第で10連もう一回みたいな、合計40連引かせてください。お願いします。もう10連怖いもう本当にもう見てくださった方だったら分かると思う。もう10連嫌だので、ぜひちょっとごめん、ね、ごめん、許して。はい、ということで、じゃあ行きたいと思います。行くぞ、頼むぞ、ももちゃん。ちなみにももちゃんめちゃんこ強いんで、はい、行くぞ。あー、もう怖い、もう怖い。ももちゃん、一応ね、おさらいです。カモの方はぜひ動画ご覧ください。先ほどの動画で紹介してるので。このももちゃんなんですけど、これだね、めちゃんこ強い、マジで強い。これ本当に強い。だから学長が3回でやらないといけないの、もしかしたらこれももちゃんが2ターンで解決してしまうんですよ。これ学長分が、だから環境が変わるかもしれない。これ学長がもう抜ける可能性がある。で、ももちゃんを入れるってことがありえます。で、これも強い、必殺技がめちゃんこ強いんですよ。術式がまず6000近くあって、術式の火力がね、で6000近くあって火力が 800%、 さらに必殺カウント1減少。もうスタンはね、まあ、おまけみたいな感じだけど、いやでもスタンも強いな。これも強いぞ。 90% だからちょっとね、不確定要素だからちょっとあんまりこれはないもんだと僕はね、なんか確率 100% 以外はちょっと不確定要素だからちょっとないもんだと思ってて、必殺カウント1減少、これマジで強いので、いやこれはね、絶対最悪天井でもゲットしないといけないキャラクターだと僕は思ってます。はい、まあでもどっかで出てくれると信じます。ということで10連で、僕単発の相性がめたんこいいので、来い。いやー、紫ダメからの経験は怖いんだよな。いや、まあまあ、いやでもさっきもさこれでダメだったよな。そういえばトライアングルさん、はい、いやー頑張れ、いけ、頼む。とりあえず今んとこ一回もさね、一回も何がとは言わんがさおい、やってんな、これやってんな、やってんな、これやってるか、やってるかーい、ファンファレウェイ君、やってるかーい、元気かーい。いや違うんだよバカ野郎元気かーいじゃないの、何陽気にハッピーにヤッホーしてんだよ。違うんだよファンファレ君に今私はね解いてるんだよ。何が、なんだ元気かーいって違うんだよ。おい、これこれ、くそ、いやーこっちのカモン。いやもうこれはダメ、もう10連ダメ、10連絶対ダメ、10連引かない、もうやだ、単発でいく。はい、こっから、いや待て、だから単発、いや最後10連残しとこう。だからこっから30回まではちょっと単発でいかせて、本当にごめん、マジで申し訳ない。で、さすがにこれ、ここで K 点が来なければ、あ、やめる、これはさすがに飛ばすわ。こうやってやって飛ばしていく。で、紫ガビガビじゃなくても、K 点来れば国戦の可能性あるんで、まあ、ここはね、まあ、でももちろん紫ガビガビの方がいいよ。紫ガビガビの方がいいんだけど、いや、警定権来ない。いや、来てくれよ。なんだったら五助線でもいいんだよ。前単発1回で五助線来たからね。僕それ忘れてないからね。頼むよ。単発1回で五助線っていう奇跡！いや、警定権。まあ、一応見よう。来い！あー、まあ。警定権来ないと基本的にやっぱり紫ガビガビと警定権でようやく SSR 来るかなって感じで。まあ、携帯券だけだと、ま、SR、みたいな感じかな。いやー、まあ、もちろん紫ガビガビ来てくれよ。頼むってお願いだって。いけー！はい、ダメです。が、ダメ！まだ一度も SSR なし！斬死すらなし！待って、怖すぎん？ちょ、待って、これ。え？闇なんだけど。待って、え？怖くね？待って、え？いや、まだ45連だからあんま言えんけどさ。斬死もゼロはちょっとえぐくないっすか？そこまでやる？そこまで私、いやでも他の人は当たってると思うからさ、まあ文句は言えんのよ。それ多分1000連引いたらさ、確率通りにはなると思うのよ。ねえ、そんな200、ねえ、でもさ、でも、これ待って、これ待って、おいおい、10連もう終わるぞ。え待って、50連で1回もなしに、待って、50連で SSR の残死もなしってやばくない？それ、今回の残死強いんですけど、絞っ、決定権づらい、国戦行ない。頼む、もう国戦来てくれよ、お願いだって、私単発の期待値やばいから、お願いです。もうやん、やだ、もうやだ、やめて、私をいじめないで、紫ガビガビが来ないじゃないのよ、もうやん。
ちょっと待って、本当に怖いって。まあやだね、学長お願い連れてきて。さあこれで50連目です。はい、50連目 SSR 斬新も何もなし。いや怖いですね。楽しいゲームですね。本当に楽しいゲームだ。ああ愉快だぜ、ハッピー、はははいやーねー、熱いね、めっちゃんこ今熱いんだけど、超熱い今体が、超汗めっちゃ出てんだけどね。うん、今これ1回で、これみんな忘れてないかい、これ1回300円だからね。僕あれだからね、スーパーで僕はね、少しでも10円でも安いものを選んでる人間なんだよ。それで普段サポート役だからって魔法勝負できない。いったわっ、やばい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 、来た。はいじゃあ、あれじゃあ、俺ハードハードで、はい、やった、はい、嬉しい、あっどーい、やったぜ。ちょっと待って、落ち着け、やった。うるさいね、ごめんね、めっちゃ熱い。待って、ちょっと待って、エアコンつけて、ごめん、ちょエアコンつける。熱すぎる、ちょっと待って、熱すぎる、ごめん、本当に熱すぎる。だめだ、熱い。風速、久々にエアコンなんてつけた。久々にエアコンなんてつけたぞ。よし、ごめんね、ちょっとエアコンの音するかも。はい、というわけで、ももちゃん来た。初めてだね、これ初日に。ピックアップキャラ来たの。いや、やっぱ単発だ。もうこれもう、ごめん、もう今後さ、僕動画時期、いやでもさ、嫌だよね、みんなからしたら。一回一回、これうるさい。なんか、10連でやっ、ほい、斬死でもいい、斬死でもいい。斬死にゃーん、こっちじゃない。いやでも、まあ、大丈夫です。いやー、でも残暑しいな。残暑しい。あの残暑めちゃんこ強いのよ。マジで強いのよ、あの残暑。いや、全C。だって、磁力回復しつつさ、で、HP 回復しつつ、で、味方、自分の術式上げるんだよ。ももちゃんめちゃんこ強いからね、あの術式。ももちゃんにめっちゃいるのよ、あれ。いや、ももちゃんじゃなくてもいい。全術式キャラクターに必要なやつ。ギャン！まあまあ、ゴゾ戦とか無理だけどね。さすがに、規格外とかが強すぎるから。まあでも、ちょっと難しいところでは正直あるよ。もちろん皆さんの言いたいことはわかります。全体に確か 15% じゃないんだよね。自身に 15% だったよね、確か。真人のやつって。ちょっと一回見ようか。一回見ようか。確かそうだよね。真人のやつってこれ、そう、自身に術式 15% アップ表なのよ。これがちょっと難しいところで、要は、その、これってさ、磁力15回復とかさ、それで、やるキャラで、ね、で、こっちでさ、だったら規格外の 85% の方がいいよねってなっちゃうから、だから圧倒的なる火力系、術式火力ぶっ破系には使えない。だから、本当にももちゃんにマジでいいのよ、これ。ちょうど。ももちゃんは、術式ね、その、普通にこれ強いから、800% ダメージ与えるんで、それの 15% アップっていうとかなり強くなるんでね。で、さらにもちろんこれ追い風するために、磁力回復は絶対いる。で、一応、その、回避スキルがその代わりなくなっちゃったんで、まあ、やられる可能性が増えてきたということで、HP 回復 35%。それもかなり魅力的ではあるので。いや、でも、もこのももちゃんが出てきてくれただけで、僕はもうなんかもうハッピー。いや、でもさ、まだ、これで、カモ行くべき。いや、でもカモじゃない。ももちゃんもう一つ。これはね、ももちゃんに一つさせるべき。いや、でもカモ行きたいなぁ。カモも欲しいんだよ、僕。あ、紫。久々じゃないか、紫ガビガビ。さあ、行け！ここで、センキュー！いいんじゃない？これあるぞ。これ、可能性ありますね、SSR の。紫ガビガビに、KD 剣。一番いいのは国戦だけどね、確定は。いやお！まあ、メカ丸か、メカ丸、マジで SSR 待ってる。いや、これ、京都校、今、多分、京都校が SSR 追加される、多分、ターンだと思うので、僕、かなり期待してるよ、メカ丸。いやん。紫ガビガビね。じゃあ、次、10連行くかい、最後。いや、どうする？単発で正直僕は引きたい。僕は単発がいい。単発でいい。SR 確定とかもいらないからさ。うん。SR 確定いらないので、ちょっと単発でやっていいっすか？ごめん、許して。ごめんね。ちょっと僕、こっちじゃないと当たる気がしなくなってきた。もう10連当たる。そう。そうだ。素晴らしいぞ。磯野くん。これは、紫ガビガビと、携帯剣が混ざり合い。これで当たるのは SSR ではないよ。
まあ、いやー学長はいいね。いやこれさ多分弾いてる人からしたらめっちゃ羨ましいと思うと思うのよ。これ学長だからね、5凸なのよ。もうとっく多分なんか学長だったら何だったら20凸くらいしてんのよ。そのおそらくだけど、いいかーダメかー。とりあえず軽定剣、もうこの単発の場合は軽定剣だな。紫ガビガビより軽定剣、これで黒線が出るかどうかによってだいぶ変わってくるから、ここは関係ない。正直紫ガビガビはまあ確かに関係はあるけど、まあ軽定剣で黒線がビヨーンって発動したらもう勝ちなんよ。でさっきだってそうじゃん、これ紫ガビガビなくてここで来たのよ。これで来たよ確か。これでさっきもモーティンが来たから頼むぞ、いけ。さあ、イタドリ君、進むのじゃ。うん、まあまあまあ、いや、まあまあじゃない、まあまあじゃない、許しちゃダメ。ここで甘やかすからダメなのよ。ここで、まあ、まあ、ももちゃん出てるからいいかって今気持ちになっちゃった。ダメだ。それいかん、それいかん。残死まだ出てないんだけど、残死めちゃくちゃ強いってこと忘れるなよ。せめて少なくとも、あ、でもな、いや、でも、いや、いるいるいる。いや、めよ違う。いや、でもこれさっきももちゃん来たから。1凸だけでもさせないと、1枚は絶対ゲットしない。まあでも、これからまだ引くしな。出るでしょ。安直な考え。でもこれさ、ちょっと厄介なのがさ、これ本当に厄介なことが一つあって、天井が取りにくいの、これ。ガチャ分かれてんじゃん。ガチャ分かれてるんで、これさ、今まで250連1個のガチャでぶっぱできてたんだけど、それがなくなったんね。同じ確率でできれば提供割合 0.5% とかでいいからさ、0.5% にしてほしかったよね。このガチャ、分けるんじゃなくて。なんか、次、あと2回、あと2回だって、みんな、あと2回で終わりだよ。あ、紫ガブガブ来た、消えてけ、消えてけ、消えてけ、よし、よし、来た、これ多分ラストチャンスでしょう。これがラストチャンス、頼む、来い、来い、来なさい、あ、ももちゃん。いや、次、まいさんとみわちゃんとかも来てほしいね。いや、でもあると思うんだよ。下手したら多分3月さ、僕、メカ丸短期来ると思うんだよね。強いキャラとして。うん。メインストーリーで、メカ丸た、メインストーリーと新キャラがメカ丸短期、SSR。で、3月の後半に、フェス限として、スクナ。いや、絶対あると思うんだよな。メカ丸はマジでみんな欲しいでしょ。え、欲しいよね、メカ丸。僕だけ？めちゃくちゃ欲しいんだけど。いや、コメント欄でもめっちゃ欲しいってコメントあったから。あ、終わったわ。うん。なんとなくそんな気がしてた。まあでもよかったです。ありがとうございます、これ。いや、40連で、ももちゃん来たのはありがたい。でもこれなんだよね、これ。ほら、このさ、分かれちゃうのよ、これ。専用ガシャ。だからさ、まあでも、ね、いや、呪いとシャボン玉、これ1凸は最悪してほしい。まあ、術式最悪 15% なしでもいいや。自身だから。こっちだけでもね、これはね、ゲットしとくべきだと思うんだよな。うん、めっちゃ寒くなってきた。なんか冷えてきたわ。ごめんね、切るわ。そうね。だから、あとは、これ、カモ。カモだけど、まだダメなのよ。まだももちゃん引きたいのよ。もう一凸、少なくとももう一凸は絶対させたい。じゃないと多分きついから。で、できれば二凸。二凸は絶対。僕の中でね。俺、状況よ、ほら、60% でしょ。まあ、7レベルだからあれだけど。で、2ターンの1回なんだよね。あ、でも、マックスになったらこれ何パーセントぐらい上がるんだ。あ、でも結構意外とあれか。いや、どうなんだろうな、これ。いや、でも強いよな。強いと思う、このももちゃんは。だちょっとこれレベル上げてどんな感じになるかって感じだな。で、これがまず強いな。必殺カウント1減少。で、覚醒が、そうなんだよ。これ、磁力プラス10。これがね、本当に強い。いる。これ欲しいんで。まあ、1枚は絶対1凸 25% は絶対いるとして、そっからもう1凸。まあ、かけらは使わないよ、さすがに。さすがに、かけらは使えないので、まあ、最悪、もう1凸でも最悪いいかなぐらいの感じで見てるはいるので、まあ、ちょっとこのももちゃんもちょっと使ってみたいなと、性能紹介したいなと思います。はい。というわけで、じゃあとりあえず一旦今回はこの辺りで終わりましょうか。はい。またね、明日、今度はカモかな。カモの、まあ、ガシャ。聞きたいと思いますので、よければ見ていただけると嬉しいです。あー、85レベルまでか。マックスはちょっと無理だったね。できればちょっとマックス行きたかったんだけど。そうね。あとは、まあ、追い風と、まあ、可愛く叩き直す。で、偵察も僕地味に欲しいし、風投げも欲しいね、これ。風投げが、やっぱりこの、通常攻撃で火ダメージ 15% ってめちゃんこ強いから、これめちゃんこ強いよ、ちなみに。これ普通になんかさらっとやってるけど、めちゃんこ強いので、まあ、そうだね、偵察はまあちょっと軽くでいいかな。イタドリくん、幻イタドリくん用にまあゲットしといてって感じだけど、だから証拠がいらなくなるんだよな。回復っていうか、その今までかそのクリティカル系
今後多分クリティカルで強くなる斬死みたいなのがあるとして、あとあれだよ、あれと組み合わせることもできる。あのクリティカルしたら必殺ゲージが 15% アップの斬死もあるので、これだね、これ、これが自身が会心を発生時味方全体に必殺ゲージ上昇、上昇量 15%、 これにも使えるからね。うん、だから必殺ゲージが足りない、もうちょっとで必殺ゲージ溜まるのにって時に、例えばゆうきくん、ゆうきくんにこれをつけさせて、で、あのももちゃんはずっと、あのもゆうきくんに、まあ、ずっとじゃなくて、ももちゃんって大体さ、あの例えば紫五女戦がさ、てか、まあ誰でもいいや、どんなキャラでもいいから、その必殺技を打つ2ターンぐらい前にあのももちゃんは打てばいいから、だからそれまでは正直やることないわけじゃないんだけど、まあちょっと準備段階じゃん、その1ターン目か 2ターン目ぐらい、最初の1ターン目か2ターン目にそれをあの必殺、クリティカル率を上げておけば、そのゆうきくんが攻撃した時にクリティカル発生、パーンなりました、で必殺ゲージ 15% アップしますよみたいな。ゆうきくんって結構さ、レアゆうきくんの場合って呪力支援あるんよね。呪力支援はあるんだけど、どうしてもね、ちょっとあのいかんせんこの呪力支援がさ30消費で、で他のさこの防衛結界とかあんまりあの打ちたくないのよね。やっぱり呪力結界を、呪力支援を常に打ってほしいから、そうなってくると、この逆けさ切り、これを打たざるを得ない。結構そういう打つことが多いと思うんですよね。だから、その時にやっぱり無意味になっちゃう。まあ無意味ではないんだけど、うん、まあ与えてもなんかちょっとだけみたいな。それを、ももちゃんの会心上げさせることによって、ゆうきくんのこの斬死で、一回攻撃して、まあクリティカル結構当たりやすいと思うのよ。クリティカル当たったら必殺ゲージ 15% だから、逆に言うとこれ通常攻撃で必殺ゲージを 15% 上げるみたいなあのスキルがつくようなもんなんで、だから相当コンボとしていいんじゃないかな。だから今で言うと学長ももちゃん、ゆうきくん、まああとアタッカー系とか、まあそういうのも全然ありだと思うので、はい、今の環境で言うと。なのでちょっと、ももちゃん、まあ、あの早速この後かな、できればこの後ちょっと使う動画上げたいと思います。ももちゃんどんな感じなのか実際ちょっと使ってみて確かめてみますので、よければ見ていただけると嬉しいです。というわけでじゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。まだちょっとガチャ引きますよ、まだまだガチャ引かせていただきますので、よろしくお願いします。それじゃあお疲れ様さ、バイバイ。